人はなぜ北の旅路を選ぶのでしょう。星も十六若すぎる私初めて一人旅。いつかこんな日来るために愛を捧げたわけんじゃない。満月再生会津あゆきよ。迷路みたいなトンネルを抜けて明日が見つかりますか。いいなは白子は白鳥も羽を凝らせ耐えている。弱い私を映し出す窓に描きのさよならと満月再生列車がきしむ。収まり夕映が空を染めます。万代さんに自分責めたり恨んだりそれは愚かと気づきまだす。ガラス大工の十代が強く優しくなれたような満月再生